J.Wing ロハーストーク今週のゲストは生物学者作家福岡新一さんですよろしくお願いしますお願いいたします先生あの今年2017年振り返っていただいて、ええ、まあ一番の収穫というのは何,何ですかねそうですねやっぱりあのいろんな人との対話によってですね、えー、試作というか思考が深まったなという感じがしますね、うん 春先にはですねあの音楽家の坂本龍一さんと、えー、集中的にこう会話をしてですねあの、まあ、彼はもともとテクノポップみたいな非常にこうデジタルな音楽から出発してますよねでもやっぱりこう長い道のりを経て山を登っていくとですね次に見えてきたものはノイズとかまあ何というかな再現できないような音。 みたたいいいいいななものがいいんじゃないかっていう方向に変わってきたそれはちょうど私がです、ね、生物学を目指しつつあの分子生物学みたいな非常にデジタルな生物学から動的平衡っていうあのコンセプトにこう変わっていったプロセスと非常に似ててですねそういうことを語り合いました。それから、えー、夏ぐらいにはですね西田喜太郎っていう京都大学の非常にあの難しい哲学の先生がいるんですけれども。 池田先生というこれまた哲学の難しい先生がいて西田の弟子なんですけれどもその先生がですねえだいぶ前に福岡さんのこの動的平衡全ては流れ流れていくっていうのはあの西田鬼太郎が言ってた哲学と似てるっておっしゃっていただいてそれで対話を重ねてですねえ西田哲学の,あの根底に流れてる あ流水はです、ねえーまあ、非常に難しい言葉なんですけれどもこの世の中には愛反することが同時に、えー、存在していて何もないように見えてもその向こう側にはものがあるあるいは、えー、矛盾しているようだけれども互いに補い合いながら、えー、作用してるっていうのが西田哲学のコアであってそれは私の言ってる動的平衡と同じで 結局生命ととは何かっていうことをですねあの哲学者の西田喜太郎と、まあ、生物学者の福岡伸一が、まあ、ちょっとこれを並べるのは、えー、大変おこがましいんですけれども、えー、同じようなところに、えー、を目指していたっていうようなことが分かってこれまた対話によってですね、えー、深まったことかなとあこれは一応本になりました。ジェイ 先生あのあとニューヨークに住んでらしてそのトランプですね意外にしぶとじゃないですか、ええ、アメリカの方たちの考えってあのー、まあニューヨーカーのほとんどは反トランプの人たちで。 私の,あのお世話になっているロックフェラー大学の教授もあの選挙があ起こった日にはですねもう今日の学校のラボミーティングみたいなのは全部中止でもう私は何も考えられないみたいになって <laughs> 1>, えで1週間ぐらいはあのもう朝起きるのもつらいとこの現実をね受け入れるのはつらいとか言ってあのしょぼんとしてたんですけど。 今はまた元気になっるつまりねトランプ慣れしてきてのななるほどあのトランプはまあめちゃくちゃなことを言ったりあのツイッター攻撃をしたり、まあ、相変わらず全然何ていうかなつつましいところはないじゃないですか自己会議みたいなのはないじゃないですかでそのパターンにみんな慣れちゃってでもだからといって何かめちゃくちゃなことが起きてるわけじゃないあの、まあ、壁を立てると言ってもできないし あの移民を排斥すると言ってもすぐに裁判所があのそういうことは違法だっていうふうにあのそこにも動的傾向が働いてですねこう押せば押し返すしあの沈めようとすれば浮かび上がるアメリカ本来の生命力が必ずあるんでまあそのトランプは一種のまあ何て言うかなドン消し<家> <laughs> とさエンターテイナーとしてまあいいんじゃないかとまあいずれ4年経てばまた変わるみたいな。 えー、慣れがが起きている感じがしますね先生あのもう今やえノーベル賞の時期になると必ず先生が、はい、<laughs> その科学賞とか生理学賞をね一般の新聞記者があんまりよく分かってないから解説してくれるんですけど今年僕痛快だったのは一夫石黒。 あれ文学賞ですよねそれの一番の解説者が先生だと思ったんですけどちょっとそれを教えていただけますか。はあ,あの一、ー、男石黒さんはあのー、村上春樹よりも先に取るんじゃないかって私は予言してたんですよね。というのも和尾石黒さんと「 あの対談してこれまた対談によってえ深まったことなんですけれどもそれは「動的平衡・ダイアログ」っていう本にですねこれまあ小黒さんのところから出した本なんですけれどもそこに対談をしておりましたんでえメディア各社がですねそのことを見つけて「福岡さん是非一石黒について語ってください」って言ってあの日の8時にノーベル賞が決まったらじゃんじゃん携帯電話が鳴り出したんですよ。 で和え石黒の小説のまあ本質はあの人間が持っている記憶っていうものがね一体どれほど大事なものでその人を支えあるいは励ましあるい時は裏切り、まあ、変容していくかっていうことを書いてるっていうのは和え石黒の本質だってとうとうと語ったんですけれども、えー、記者の皆さんは実はあんまり読んでないポカーンって でなんかもっと面白い話はないですかみたいなことになって一男石黒さんと会った時にねお昼になったんでお寿司を食べたんですよでこんなす司おけにきれいにこう上にぎり特上握り寿司みたいなのを2人取ってもらって食べ始めたら数男石黒さんはそのネタをですね外して2つに切ったりこっちのいくらをこっちに持ってきたりご飯をシャリをこう分けたりして握り寿司を1人。 チラシ寿司にして食べ始めたんでああやっぱり数尾石黒はもはや日本人じゃなくなっちゃってんだなって思ったっていうことをちらって言ったらですね翌日の新聞はみんなその段そこだけ使ってるんですよねで皆さんちゃんと石黒和尾を読みましょうと思いました実際僕もですねなかなか最後まで読めないんですね数尾石黒、ええ、だけど まあ、リスナーの方で年末挑戦しようとしたら一番とっつきやすいのは何ですかねやっぱり私を離さないでというものが、えー、彼の代表作だし一番の問題作だと思いますね確かに数え石黒の話っていうのはあんまり起伏もないしこう読むのに多少緊張というかね努力が必要なんですけれどもそのじわじわっと進んでいくあの物語が誰かの記憶なわけですよね でその記憶が、あのー、とても細やかに書かれているっていうところが彼の、えー、持ち味なんですけど私は話さないではその中にある種のこう謎というかミステリーが含まれていてその秘密がだん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 こう解き明かされていくっていうところは読みやすいかと思います。でででももなんんかあれですよね読み始めるとドヨーンとした世界に入り込んだ感じで私はいつも 数るの,あの体験をすすんですけど、ええまあ、そのドヨーンとしたところが大事で「<laughs> その忘れられた巨人」っていうのは夫婦の,あの記憶を扱ってんですねで2人の夫婦の覚えてることがあ違う同じことを違うように覚えてるし、えー、違うことを同じように覚えてるだからこそ夫婦が成り立つっていうですね <laughs> あのなかなか本質的な問いかけで。 えー、これを読むと確かにドヨンといたします。はい、やっぱりあれですね。人間として超越した達観したイギリス人の諦め。<laughs> そうそう諦め <laughs> そう諦めです。あの <laughs> で忘れられた巨人って巨人っていうのはその掘り起こした記憶っていうことなんですよ。うん、それを掘り起こすべきなのか、それをこう背負っていくべきなのかっていうのが、えー、テーマなんで、これは大きく言うと本当にイギリスの 定感というかね,うね諦めをこう背負いながら生きていくんだなっていうそういうところがやっぱり世界性というかある種の政治的なメッセージにもなって、えー、村上春樹よりも先にノーベル賞を取ったと。あの毎年でですね恒例で 今年のの一冊っていうのを先生あげていただいてるんですけどもちろん先生の本が一番大事だけど、えーまあ、他の方で話題になった本でか教えていただきたい、ねはい、私が今年読んで非常に面白いなと思ったのは「えー、サピエンス全史ってこれは皆さん読まれた方も多いんじゃないかと思いますけれども、えー、人間がねあのいかにしてこう。 ホホモサピエンスがホモササピピエエンンススがたりかっていう非常にこう長いスパンの歴史をまあ一挙に書いたっていうあのまあ時々そういう本があのブームになってえジャレット・ダイヤモンドの「10秒限帯鉄っていうのが十何年ぐらい前に流行りましたけれどもそれの新しいバージョンみたいなもので結局この世界を あのフィクションとして考えることができるようになったんで「サピエンス」は「サピエンスりた・タリエ」だ国家とか貨幣とか経済とか家族制度とかそういったものは全部虚構だっていうくく、まあ、りなんですよねでもそれってあれですよね2三3 0年前に岸田周の言った <laughs>、ね、有意言論岸田衆読んでなかったのお前たちって言いたかったですけどね 少年というかな読書人たちはちゃんとそういう時代時代のね、まあ、階段を上がりつつ読書体験を経ているんで「あサピエンス全史って新しくないじゃないかと昔, <laughs> <laughs> あの昔言ってた人の焼き直しだなって思うんですけれどもやっぱり新しく出てきて売り方がうまいとなんか若い人たちは新しいっていう風に 思っちゃうんですねでもやっぱり人類史をそういう大きなスパンであの眺めるあの眺望するっていうことは大事だと思うんですけれどもそのサピエンス全史にあの、まあえー、付随してですねもう一つ面白い本を見つけました。それはあの中高新書から出てる、えー、島泰造さんっていう、まあ、猿学者の人が、えー、書かれた「人」って ってていうやつででじゃなくて人ですね、ええそうまあ、サまさに同じ話題を扱っていて、はいえー、こっちは異端の猿の1億年ってさらにスパンが長くなっていてですねいかにその世界中に散らばっている猿が移動してきたかっていうことでそのアフリカに起源があるですね、えー、霊長類たちが今やあの世界中にいるわけですよね。でどうやって南 アメリカに行ったのかとかとどうやってマダガスカルに行ったのかとかいうことはわからないんですけれども志摩先生は非常に大胆な仮説でですね「泳いで行ったんじゃない」って <laughs> あのあのちゃんとつながってたんだというふうに解説していて「サピエンス全子」とですね「この人」っていうのを両方読むとたちまちその人類 1>, え1億年の歴史に通ずることができるっていうそれ直接僕志麻先生から聞いて驚いたんですけど、ええ、今の学説だとアフリカかからサルが海を泳いでで渡ったっったててことになってんですか、ええ、それまたまあ異端説といえば異端説なんですけど <laughs> いや本当はこう地続きに行ったんじゃないかと言われてるんですけれども、うん、最近出てきたあのこれまた分厚い本が出て。うん あのアフリカからあの海を渡ってったかた <laughs> どうやって渡ったか分かんないんですけどあの南アメリカにまだこう地面がつながってた時ある,あるんですけどその時はさすがにそんな猿いなかったんで、えー、こう大陸があの分かれたあとですね海を渡ってった マダガスカルぐらいだったら泳いでいけたかもしれないんですけどあそこすごい海流流れてるんですよねだからそれでなおかつ南アメリカまで渡っていったかまあ逆向きですけどね行けたかっていうのは謎ですけどそういう説が出てきてんですよね。うん、まあそういう,こう人類史もいいんですけど、ね、僕やっぱり一番知りたいのは。 その生命がどこから出てきたんか何かいろいろあるじゃないですか先生の今現在のなんかなな、うん、お考えどうなんですかそれはやっぱりですねまあ私の生命論の定義は動的平衡ということでまあそれを理論的に考える理論生物学者みたいに 昔は実験してネズミを殺したりあの細胞をすりつぶしたりする実験あの生物学者で生物学は一応実験が主体なんですけれども物理みたいにあの理論物理学者が、えー、重力波を予言して で100年後にあの実験物理学者がそれを立証するみたいなのが本当の学問のあり方なんで、まあ、私はあの理論生物学者を目指して理論を、えー、出したいなと思ってきたんですね。で動的並行っていうのがあの私のコンセプトの、えー、中心なんでどっかその地球の38億年の生命史の最初に、えー、非常に偶然ながら動的平衡が成り立った。 動的並行っていうのはむあの壊しながら作るっていうサイクルが回り始めるっていうことなんでそういうことが、えー、どっか海底火山の近くの粘土層の中であの物質が壊れながらもあの作り変えられるっていうことが生命の起源だと思うんですけれども必ずしも DNA ができたとか細胞ができたということじゃなくて。あの 動的並行の仕組みができた。つまり壊しながら作るっていうことがあ化学反応の中でできればそこから生命は立ち上がるはずなんですね。まあ理論生物学者いい肩書きじゃないですか。ええ、ありがたいんですけど、ね、これ来年いあの使わせてください。はい。Jway n o ロ h s Talk まあ、いよいよ先生あの今年もですね慌ただしく、えーまあ、終わろうとしてるんですけど、はい、来年、ね、僕はもうすぐ先のことでに逃げ込むんですが来年、えー、理論生物学者福岡慎一が注目していることは何でしょう、はい、まず、えー、私のこののこ動的並行シリーズの 第三弾、動的平行スというのを刊行いたします。何弾でしたね。十分かかってる、ね。<laughs> いや、その代わり、十分、あの、ね、練、ね、り込んだ内容になっておりまして、はい、動的平行というのは。生命論だけじゃなくて、まあ、あの、会社組織とか、あの、社会とか、いろんな、あの、組織論。あの、スポーツのね、戦術とかにも使えて、その辺の、あの、本屋さんに売ってるような。 ハウツ本じゃなくて、えー、もっとあの生命に学んだ組織論としての動的平衡を考えようというのが動的並行3でございますなるほどそれともう一つはですねこれはまあ私のライフワークでありますフェルメールの研究っていうのがありまして。うん え実はあの2017年は日本であんまり話題になりませんでしたけれども世界的には一大フフェルルメールフィーバーィバが起こってたんですよそれはパリのルーブル美術館を皮切りにえ大フェルメール展があの世界を巡回してちょうど。 えー、年末にはアメリカのワシントン DC で開催されて私も見てきたんですが37枚しかないフェルメールのうち12枚が結集してですねすごいフェルメール、B、フィーバーが起こってたのが、まあ、当然日本にもやってくるわけですね2018年秋に、まあ、多少あの内容が少しあの変わるらしいですけれども。 まあ発表だと8枚ってま多分いろんな保険のこととか大人の事情でうまく全部持ってこれなかったんだと思いますけれども、うんはい、でそれに向けてですね私ももう一度ですねフェルメールの秘密を、えー、探るあ,のあるアイデアを持っておりまして、えー、アプローチしていきたいなというふうに思っています。 まあ,先生あのトランプで明けいま、ええね、だに盛りかけも終わらず、ええ、騒がしい、えーね、相撲界も大変だったしこんな猿のような人間たちの世の中ですけど、まあ、先生はやっぱりどっかっかでできているのは何なんですかねうんやっぱりあの生命史っていうのを見ますと38億年も流れ流れて、えー、でも一度も生命は途切れなかったわけですから。 まあ、人間がどうなるかはともかくとして、えー、生命体はこの動的平行未来につなげていくに違いないので。まあ、人間については諦めつつも、生命というものについてはいつも希望を持ってるんですね。なるほど。まあ、また、えー、来年も先生、どうか面白い気づきを教えてください。いえいえ、理論生物学者の福岡真一でした。<laughs> はい、ありがとうございます。ジェイウェイ。ノーハース